荒川太郎は、日本の実業家。1969年徳島県生まれ、県南東島港領市町で育つ、阿南高専機械工学科卒業と同時に上京。三菱自動車に入社するも一年余りで退社。海外で仕事がやりたい、志を抱く。1990年、アカデミア外国語学校にて、後にシリコンバレーで、メンターになる。 英語教師から英語でのコミュニケーションを学ぶ。1997年、米国ジェミニコンサルティングで数々の欧米大手企業と日本大手企業の事業変革プロジェクトに参画。1999年、光通信社のアメリカ法人設立の際に COO として渡米。w e b e x アリババ、ビセニティ等30社に及ぶドットコムベンチャーへの 戦略事業投資に携わるも、バブル崩壊とともに一時日本に帰国。2000年、徳島発、ベンチャー企業トリニティコミュニケーション社の米国代理人を務めた後、シリコンバレーで企業。日本発、ベンチャー IT 企業の米国事業開発支援と、米国発、ベンチャー IT 企業の日本事業開発支援を推進し、スカイプの日本アジア市場開拓プロジェクトに従事。 2005年、日本ジップス社社長として、チャットメール技術の販売に成功。2009年に、Google 社が、同社買収。2010年、米国ベライゾン社営業本部長を務め、グローバルネットワーク、セキュリティ、クラウドデータセンターの販売に注力し、2013年には、同社プレジデントクラブのアパック、トップセールスマネジャーとして表彰。ありがとうございます。